北海道大学大学院工学研究員伊藤はじめです。私は力学的エネルギーを利用した新しい化学反応の開発や物質創生に関する研究を行っています。現代の文明というのは化石燃料を燃やして、それで例えば自動車を動かすというような形で動力を得ているわけですが、私たちがちょっと最終的に目指しているのはそれとは全く逆の、動力を使って直接それを何か化学物質、もしできれば燃料になるようなものに、そういうものに変換できるような新しいテクノロジーを開発できたらなというふうに考えています。私たちは4年ほど前に擦ると発光、光る性質が変わる新しい物質を発見しました。で、詳しく調べてみると、擦ることによって分子と分子の間の、その相互作用というんですが、そういうものが変化することで、分子の発光性が変わってくるということが分かりました。私はもともと化学反応の研究をずっと行ってきましたので、今回新しく見つけたこの物質をきっかけにして、力学的な力を使って新しい化学反応を起こしたり、直接化学的なエネルギーに変換する、そういう新しい方法がないかなということに着目して研究を行っていきたいと考えています。新しい物質の開発は実験を中心に行っています。そうした新しい化合物というのは、コンピューターシミュレーションとか理論である程度予測できますが、実際にそれが目的の性質を持っているかどうかっていうのは、やはり実験をして確かめる必要があります。研究者をやっていますと、時々自分でも思いがけない新しい発見をすることがあります。それは研究者が今まで意識していない、いわば暗黒大陸のようなものに立ち入るためのヒントを与えてくれるものだと私は考えています。で、今回の擦ると光り方が変わる化合物の発見をきっかけにして、そうした未知の研究領域に立ち入っていって、それで自分の研究がきっかけになって、いろんな研究者がそこに集まってきて盛り上がっていくようなことになればいいなというふうに今考えています。基礎研究がそのまま製品にすぐ結びつくというわけではありませんが、基礎研究がなければ斬新な製品、人類を本当に幸せにする製品というのは生まれてこないと思います。ですので、私たちは基礎研究をまず一生懸命やって、その先にいろんな人と協力をして世の中に役に立つ、そうしたものとか、あるいは化学反応を開発していきたいなというふうに考えています。